ましょう。和光コーヒーのオイラです。私本日熊本の春竹町に来ております。カメラマン西田備長さんです。よろしくお願いします。今回我々ね、和光コーヒーの荻原と西田備長さん、フルシローさん、西田備長さんという方と長崎と熊本にね、とあるカフェさんにゲストバリスタというね、ことをねさせに来てもらっていて、でちょっとね時間もらってそのカフェさんを取材させていただきたいなと思って、はい、我々今日ここに来たんですけれども。来ましたよ。おるんすよね、この近くにそのおしゃれなカフェが。おるんすよ。それはずなんすよね。ハッピングさんで、なんかなんかすごい花屋さんっぽい感じでね、いろいろあったりとか。ああ、はいはい。なんかちょっと、おしゃれなデザイン系のね、なんか、なんかあったりとか、いろいろあるんですけど、ほんまにカフェがあるのかどうなの。これ見てください。これはあれですね。生豆の配送時に破れたマタイからちょっと漏れ出した時に出る、これは生豆が雨でふやけた状態ですね。これは近くにコーヒー屋がありますよ。完全にそこで判断してると俺で分かるってことか。これが探偵やん。いやーまだね、いやー最近多いじゃないですか。カフェかと思いきや花屋、カフェかと思いきや美容室あるあるです。あ多いんですけど花屋じゃないのこれ。失礼しまーす。花屋ですね。まあ、これは花屋ですね、間違いない。これは花屋ですね。ハンモックで、はい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 、ありました、コーヒー屋。こんにちは。おはようございます。本日、お邪魔するのはこちらレイヤーズコーヒーさん、そちらの、共同代表さんですよね。そうです。を務める大田さんとゆうとさんがいます。本日どうもよろしくお願いします。お願いします。夜飯食って、まあ11時ぐらいかかりましたけど。そうですね、解散は。ですよね。で、この後、まあ、僕らは8時半に来させていただいたんですけど、その、なんかちょっと談義とかいろいろしてもらってて、何時に今日朝早く来たってことですね。8時。5時半。あ、5時半マジですか。5時半なんでコンビニ。あ、まあ、そうか、お菓子とかもそうか。はい、なるほど、なるほど。やばすぎるね。僕らがまだ入り手書いてることなんですけど。8時半コーヒーもらおうぜ、コーヒー。コーヒーだよ。すげえ光だよ、ここ。これね、こう光の差し加減半端ない、この店の上もガラ開けだもん。電灯を飽和してるな、こんな入り光あれが一番大事ですから。これがコーヒーのラインナップ。ドリップコーヒー、基本的に本当にロースター兼カフェって感じで、焙煎も触るんですもんね。はい、ドリップコーヒー、プレミアムドリップコーヒー、ゴリッゴリのやつですね、これ。で、普通のドリップコーヒーが、あ、全品500円って感じですか。そうですね。お子さんとかも飲めるやつがありの、あ、豆売り。はい。で、スイーツ。カヌレね。これ、きらびやかなね、この。めっちゃ光ってるもんな。そうか、アホガード、フィナンシェ。なるほど、なるほど。コーヒー、じゃあ、ちょっとドリップコーヒーいただきたいんですけど、それなんか、ラインナップとかってあったりしますか。ラインナップがですね、はい、今ちょっと、ここに書いて。あ、これだ。ビーン、ディアグラム。ダイヤグラム、やばいやばい、あれでいくよ。エフラン、いろいろなガテマラウォッシュとガテマラウォッシュ、国名と生成だけ固定でなんかこう中身変わったりするみたいな感じですか。そうですね、焙煎度合い変えたりして、まあ、基本的にうちの店は浅入り中心なので、はいはいはい、一個だけまあこういうミディアム系が一応やっぱ用意してるんですね、はい、ローアシリティの。じゃあさすがおすすめかな。うん、薄めの飲みたいですね、うん。まあ、ガテマラの、はい、まあ、ウォッシュ度で、はい、のスマロナシシマロラッシュ、はい、あれか、昨日のゲストバリスタでやってた西田さんのブレンドで使ってた豆か。そうっす、何回聞いても覚えられない。シロシロマロシマロナシマロラッシュ、シマウマって覚えればいいってことだ。え、じゃあちょっとそれいただきましょうか。それいただきましょうか。うん、それいただきましょう。西田さんの何もらいましょうよ、それ今。いいですか、はい、じゃあプレミアム50杯いただいてもいいですか。5000、5万円業者でもないそれ。エチオピアのナチュラルが多分あっちないんで。あ、じゃあそれもらいましょうよ。オピアのチュラル、お願いします。はい、ヨーゴホットで。はい、ね、僕アイスだね。ガテマラアイス。昨日ちょっとホット飲んだし、普段アイスコーヒーなんですよ。アイスみたいですね。これは何これ？肘置き？血圧上がるじゃん。楽にこう注文できるよね。うん、雰囲気がめちゃくちゃいいんですよ、ね。さっきの緑とかもね。なんかあれ花屋さんと
お花屋さんと何が一緒になってるんですか、これは。この1階部分は、はい、うちらカフェと、はい、あそこの木の花が、お花屋さんの花で、あのカウンターまで、あのお花屋さんで。食べれますか、あのカウンターで。はい。で、あそこのちょっと木のカウンターがあると思うんですけど。あ、これ、はい、今日はちょっとクローズなんですけど、はい、観葉植物とかを売ってる。いや、観葉植物と花屋さん。はい、花店舗下にあって。ここ一緒ちゃうんやじゃん。え、違う人がやってるってことですか。そうです、経営も全員別で。なんかやっぱ花屋さんでもあるんですね、そのドリップコーヒーメインとエスプレッソのバンドメインみたいな。そういうことっすよね。それもあって雰囲気がもうなんか可愛いというかおしゃれというか。おしゃれ。キュレーすごい綺麗ですよね。まるで綺麗ですね。こっちは僕のホットか。そうですね、エチオピアの方です。あ、やっぱ琥珀色の液体がまるで綺麗ですよね。え、まずお二人はあれですよね、競技会場でトセをやり始めたのが何年前ぐらいですか。そろ3年ですね。あ、そうそう、今年の方が今年3年ですよね。何歳の時にそのカフェを言ったらオーナーになったんですか。今はお二人28っすよね。8っす。8の、まさか26か5の終わりぐらいか。そうです。かっこいいですか。すごい。そっから自分の城を持つっていう。どっちがやろうって言いましたか。考えにくっつけた。あ、お二人それまでは何で働いてたんですか。そのここをオープンするまでは。僕は一回地元長崎で広告代理店入ってたんですけど、はい、あ、そうなんですか。はい、けどもうずっとコーヒーはやりたくて、でもう早めに辞めて熊本のカフェで一旦働いてたんですよ。はい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 。え、ゆうたさんはコーンフロート。まあ長崎の大学を卒業して、はい、東京に行って、住宅メーカーのマーケティングの部署に。あ、じゃあ二人ともゴリッゴリのサラリーマンそうですね、やったんですね。それこそ本格的にコーヒーやり始めようと思って、はい、本場のオーストラリアメルボルンに留学の手続き全部済ませて、はい、行く直前の時にロックダウンになってしまった。ああ、あった。その時いてた人らも返されてとかなんかありましたね、メルボルン。そのタイミングでいいお話をいただいて。はいはいはい。じゃあ逆にそれがなかったら、もしかしたらここにいないかもしれない。まだメルとかね、修行を積んでる可能性があるかもしれない。完了した模様ですね。完了しました。ね、これ。あっか。白バナ。シマロナ永遠に無理なんです。ありがとうございます。これアイス窓際に行ったら美しいんじゃない。そこの意味早く置きたい。これすごいぞ。ここどこ、あきゃいいっすね。これ光に包まれて消えていきそうですね。もうなんか昨日ホットで飲んだカテバラ正式名称みたいなことで言うとどんなんですか。これカテバラのエルセドラルっていうエルセドラル農園の島の場所で。いただきます。柔らかいっすね。え、なんかこの見た目上すげえバチバチグリーンで、はいはい、酸味ギュンギュン系かと思いきや、はい、えらい味、口当たりがシルキーというか、柔らかいですね。本当ティーライクな、ああ綺麗な紅茶ってよりはなんかダージリンみたいに、はいはいはい、ボリューミーな感じの、ちょっと最後は重ための感じの紅茶、はい、でもなんか別にそれネガティブじゃなくて、結構味わいとしては面白いなと。なので若干こうグレープフルーツ感という、ああ最後のちょっと収縮で苦味に渋みというかなんかこう美味しそう。あ、我もインしていいですか。すげえな、ここのロケーション。これ今朝何時だ。9時ぐらいですか。今9時過ぎぐらい。朝ここ映えますね、めちゃめちゃ。実食。うわすごい逆光。お二人なんかその共同代表的ななんか喧嘩みたいなトラブルとかないんですか。なんか最近ちょっと増えてるじゃないですか、あの二人でどっちかがあの社長でとかじゃなくてもう共同代表であげるコーヒー屋さんって、はい、最近チラチラ見るんですけど、トラブルのもなんかなありました。なんか、まあ、ゼロではないですけど、はい、
なんか僕らの実はその小学校から高校までずっと一緒なんですよ。そこめ小中高の幼馴染なんですか。しかも部活も一緒で。はいはいはい。あ、そうだ、バスケ部っすやん。えぐい、これはあるな。あ、逆光やシュート下手。それもあって多分ある程度理解してる部分が、はいはい、あるから、これはいいね。多分本当必要最低限だけ衝突はして、まあ、めっちゃ大きい問題にならない。ああ、なるほどなるほど。程よくだと思います。お二人ともなんかあれですもんね、昨日から一昨日ぐらいから一緒にいますけどキャラ分かれてますもんね。しっかりなんか完全に別だった。なんかユウスでもあれですよね、ご実家とかがなんか和菓子屋さんとかでしょ。そうなんですよ、実家が長崎の和菓子屋で、で和菓子屋に無理言ってお願いして作ってもらってる洋菓子のカヌレがこれなんだから、これ、あ、そうか、フィナンシェだけじゃないね、カヌレもそうなんだ。そうですね、これだからユータさんご実家和菓子屋さんで作られたカヌレ、これ昨日全部売れましたもんね。そうか、空になりましたもんね。そうだ、あれだ、なんか昨日西田さんちに行くじゃないですか、はい、で西田さんちいつもコーヒー飲ませてもらうじゃないですか、はい、そうそう、であんまりコーヒーに対してあんまり肯定的なこと多分西田さんちに言わないですけど、その中でも多分そうなんですよね、唯一ぐらい、あ、え、このケニア全然うまいっす、あ、全然うまいっすみたいな話をしてたやつがレイヤーズコーヒーさんで、そうです、僕が荻原さんにこれ飲んでくださいっつって出したやつがレイヤーズコーヒーって言わずに、いつも何か言わずに出すんですけど、したら、あ、これ焙煎うまいな、うん、僕があの家で珍しく工程変わる基本なんかぐちぐち文句だけ言ってるんですけど、別の豆とかは、あ、これも早く全部捨てた方がいいですね言ってました。ガチで一回言っとくから。焙煎とかは誰がしてもらうんですか。焙煎は基本僕が小沢さんか。じゃあ出ます、はい。ゆうたさんとかはなんか結構デザイン関連とかをやってるみたいな、ね、デザインだったり結構バックオフィス的な業務は、あー、多分事務的な話、そ、あ、そこでも住み分けができてるんだ、うん、これだどっちなんでも、あの浅い冷製本店の浅いなら分かるんですけど柔らかいんですよ、なんか、うん、ただ攻めてるだけじゃない。そう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 、あれっすよね、あれです、あれです。あー、来てる。ご存知ですか皆さん、このアイリオという焙煎機、僕も実物というかこの動いてるのを見るの初めてなんですけど、まあ正直今一番勢いがあると言っても過言ではない、うん、最もそのコスパがいいですかね。容量的には1キロでしたっけ。1キロは入ります。1キロ焼けて、なんかその1キロの焙煎機のこう価格帯の中では最も値段が安めの、ワンタッチ見せてもらっていいですか。いや、もちろんです、もちろんです。熱いな。そうだ、小太郎さん、すいません、アイリオの焙煎見せてください。こちらも、はい、暖気とかほぼほぼ終わってるんで。ちなみにこいつって暖気何分ぐらいやるんですか。僕は多分15分ぐらいあれば。15分ぐらい、ちょっとやっぱディスカバリーとかと同じぐらいの感じかだと思いますね。15分温めればもうそのまま焙煎ができるっていう感じですよ ね。じゃあもう早速お願いしてもいいですか。あ、いいですか。じゃあ、はい、チャージ、チャージ、あ、マミリで、これを上につけて、おお、では入れると自動ではい、スタートするんで。あ、自動でスタート、はい、へぇ、もうログも自動で連動してから動いてる。あ、これあれですか、このアイリオの専用のロガーですか。へぇ、初めて見た。ロースタイル、一応ここに今あるのが、はい、T7 って書いてあるのが、はい、まあ、パワーなんで、まあ、火力という。あ、火力、はい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 。で、この下の D っていうのが、はい、ドラムの回転スピード。はあ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 。で、その下の F は、ファンです。あ、ファン。なるほど、なるほど。じゃあこの。数字が大きければ大きいほど、まあ、パワーが強くなる。ああ、じゃあ今はちょっと F2 です。結構締め気味にして、カロリー与えてるようにしてるんですね。はい。この数字、ちょっと聞いてていいですか、なんでこの数字。一応、まあ、今さっき言った、はい、これ T が。あ、これ火力か。火力。はいはいはい。で、ファン。これヒートアンプ率書いてあります。あ、お前、あれ、これファンスピードだと書いてますね。はい。で、ドラム変えたいときは、一回ここ押せば、ドラムも。これがドラムの速度。これがですね、8は8割の回転数。そうですね。あ、最大9まであるんで。あ、なるほど、なるほど。今、ボトムまで行ったんで、一回、半、若干。あ、なるほど。温度が下がりきって、上層に転じたところで、ファンを上げる、さっき2やったのが4になってるんだ、はい、あー、なるほど。ここにちゃんと出てきて書いてたイメージ。あ、ほんまですね、ここでその操作録がいつのか、はい、すごい西田さんのピースしてる。あ、すげえ、イエローイングっていうんですかこれ。そ
そうですね、ドライとかのことですよね。ビルに出てるのは、これが時間っすよね。そうですね、これ時間で。ビンセント、これがビンセンバーチャーな。そうです。この下のやつが、いわゆる ROR、温度上昇率。なるほど、1分間に今19度、18度上がっていますよっていう状態から、ちょうどこの線ですよね、このグニャグニャグニャってなってる。あ、そうです、そうです。あー、なるほど。ちなみにこいつ、マックス容量何キロでしたっけ？最大一応1で、僕は今600から700。なるほど、それで全部のプロファイルとかを組み立ててる感じなんですね。高田さん何分ぐらいの豆あげることあるんですか？そう、 600g ですよね。600の時は7分後半から。あ、いいっすね、7分後半。意識してる点とかあります？僕基本的にそのパフォーマンス重視というか、もう火力固定 で、はいはい、でプロバットなんで、もうダンパーも基本的に固定なんですよ。途中のダンパー操作できないんで、なんかそういうところでいじったりするとかあります？僕結構多分いじる方だと思って。あ、火力とかですか？はい、考え方としては、はい、基本的に僕 ROR をずっと見てて、はいはいはい、ROR のグラフって大体こう上がって下がっていくと思うんですけど、はい、前僕プロバット使ってた時は、うん、1回上がったら結構もうストーンと落ちてってた。はいはいはい。じゃなくて、確かに前半をちょっと横に長引かせて落ちていくような形で、しっかりなんか前半火力当てたいなと。あー、確かに僕がやってるプロファイルよりかなり緩やかに下がってってますね。そうですね、前使ってたプロバットと違って、はい、火力不足な印象になって、はいはいはい、焼いてた時にっていうのがちょっと気になったんで今までそうこういう焼き方してないんですけど、はいはい、ここに幅を持たせて下げていった方がなんか割とフレーバーが出やすかったんで。なるほど。最近はずっと、まあ、こんな感じで、こんな感じでやってます。なるほどなるほど。カラーは、あ、変わってますか？あー、確かに。ほんまや、結構やっぱ徐々にここで P6 にして、5にして、4にして、結構細やかな、結構変えてます、ね、火力調整。ターンはずっと F4 で固定感、そうですね、割とは閉じてから若干開いたり。あ、はい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 。最初2で、で、ボトムから4にして、で、最後外れてからまた、もうちょっと開け気味で。あー、なるほどなるほど。ほんまにスタイリッシュやな。今外れたんで。はい、外れました。聞こえますね。確かに、緩やかな、ジグザグに落ちてるな、途中までは。今さら、何の豆ですか？これ、あと、グアテマラのシマロナッシュ。あ、それ何なんですか、そのシマロナッシュって。なんか、ブルボンの突然、へえ、ぼちぼちっすよね、これ。はい、開ける。あ、クーラー、あー、結構クーラーも吸ってるな。あっせー、バチバチやな。これが最終的な、あ、見やすくていいな、出るな。はいはいはい、8分27秒201で上げて、若干腰遅れたんで、はいはいはい、1分ぐらいですかね。これが1ハゼが鳴ってから何秒で上げましたっていう、なんか、いや、全部、まあ、1分ぐらいで上げてるんですか。めちゃめちゃやっぱ浅いですね。これがまあ、スペシャルティーのなせる技。これで、ね、上げても全然美味しいコーヒーができるっていう。コモディティとかでもこれ1分40秒とか、これ2分半とか取るんで、注意しておくってこと。なるほど、なるほど。ありがとうございます。パキパキっすよ、見た目。これだって、さっきの、僕らが飲ませてもらったガテマラですよね。すげえな、これであの味になるんや。え、普通のチェイス V60 ですもんね。なんでやろう。えらいこれが柔らかく感じた。見た目的にはシワがね、寄って背中がこう結構黒くなってる感じなんですけど、まあ、特有なバキバキの浅入りですね。これとかね、この、これとかね。あ、もうギュンギュンよ。もう、別に深入りじゃないのに黒く見える。これはもう、コーヒー豆の背中のシワがギュッて寄って溝ができてるからなんですけど、こんなに攻めてあんだけの、優しい味わいが出るんよ。全然酸味がなかった、ね。なかった。飲みやすい。あれなんですけど、お返しますかね。というわけでね、本日こそレイヤーズコーヒーさんにお邪魔させていただいたんですけども、昨日と違った話したのに、それこそお二人とかなんかコンテンツ配信とかしないのかなみたいな話。そうですね、それこそ YouTube とか、ね、そう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 。今だったらなんかこう二人でやってるとこっています？あの、なんかパッとあんまり出てこない。パッとそうですね、なんか若者二人がやってるみたいな、なんかあんまイメージないっす、ね、そうですね、逆にない。同世代で、うん、そうですね。芸能人一人が多いから二人でやってたら、昨日ね話してたら割といろんな企画なんか出てきた。二人めっちゃおもろいなみたいな。九州で
YouTube ボリボリやってか、まあ、九州のコーヒー文化とかカフェを紹介してる3年ってあんまり思いつかない。そうですね。で場所的にすごいいい気がしますね。そこだから、しかも長崎と熊本に店舗があるからそれでも自分の人にも行けるし、そこ期待したいです。だから僕らが九州取材行くとめちゃ楽なんですよ。そういうことですね。間違いない。それがあるから。そう。でもしちょっとより面白いの教えてくださいよ。マジです。ああ最高ですね。レイヤーズコーヒーさんがもしかしたら有名な関数でコーヒー文化、九州のコーヒー文化発信されるかもしれないんでね、またすいません、その時よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。お願いします。じゃあ本日もね、最後この熊本のレイヤーズコーヒーさんの本店でゲストバリスタ今日もね一本よろしくお願いします。お願いします。